破棄されたペットボトル、不要になった衣料品や繊維くず、資源として循環させることはできないだろうか。いらないものをなくてはならないものに生まれ変わらせる、一本の繊維に地球環境への思いを込めて。私たちは美しい環境と豊かな未来に貢献するという企業理念のもと、廃棄物を資源として循環させる研究を重ねてきました。そして1995年に誕生したのがエコペット。過去25年で250億本のペットボトルをリサイクル、 T シャツ25億枚分の繊維として再生されました。使用済みのペットボトルはマテリアルリサイクルと呼ばれる工程により破砕・溶融され、ポリエステル繊維として新たに生まれ変わります。同様に使用済みの衣料品や繊維くずもケミカルリサイクルと呼ばれる工程により化学分解され、ポリエステル繊維として新たに生まれ変わります。そして暮らしをつないでいくエコペット、定人フロンティアは糸作り、製品作りにこだわり続け、高品質で機能性のある繊維とテキスタイル加工技術を活用して、お客様のニーズに応じたソリューションを提案します。エコペットはすでに暮らしのあらゆるシーンで活用され、進化し続けています。一本の繊維に地球環境への思いを込めて、定人フロンティアの環境戦略 Think Eco、 素材からエコにこだわろう。